このウェザーニュースキャスターカレンダーを撮影していた時に3グループに分かれて撮影していたんですが、各グループのお昼ご飯がですね、私たち以外のグループがうなぎで、私たちだけカレーという事件がありまして私はそれを知った日に皆様からうなぎリポートがたくさん届いて私はそれを見て絶対自力で食べてやるって思って食べました。ちょっとご紹介してもいいですか？はい、こちらです。時田はうなぎを手に入れたということで、やっと念願のうなぎを手に入れました。もう HP ギリギリまで減っていたんですけれども、全回復いたしました。皆様からも結構言われたんですけれども、最後の一口ですかとかこの自由箱の中にもほとんど残ってないんですよね。これ母と妹と3人で食べに行ったんですけれども、私がもう写真を撮るのも忘れて必死で食べていたら、最後の方に妹が気づいて撮ってくれたんですよそう、妹のおかげで写真を撮り忘れずに済みましたねそう、本当に念願のうなぎが嬉しすぎて写真を撮る余裕もなかったんですけれども、嬉しそうですねということで私の恨みは晴れましたのでそう、オーベルジーンでももちろん美味しかったです。なので私は実質カレーもうなぎも食べられましたねもう根に持ってないですよもう大丈夫ですということで完全勝利これぞ完全勝利ですねということで、皆さんにも何度もこのうなぎのお話しましたが、これにて終了となりますお付き合いいただきありがとうございましたあ、皆さん、コメントといいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします